こんにちは。今日は秋雨前線、雨の被害について雑談します。最近ね、九州の佐賀県で秋雨前線による被害が出ましたよね。いつも思うんですけど、何でもことがあってからなんですよね。大惨事になってからこう報道されるわけですよね。耳に入って目に飛び込んでくるもの、映像として流れてくるじゃないですか。大惨事になるまでの大事な時間っていうのは私たち理解できてないわけですよ。で、その時に何が起こってるかっていう、この緊迫した出来事、誰にでも測れるものじゃないんですよね。一瞬の判断で生と死を分けてしまう。特にこの経験がない地域、何十年も記録がない地域っていうのは緩い部分もどっかにあると思うので、自己管理って言い切ってしまうのもあれなんですけども、学ぶ部分から知っていくこと、学んでいくことっていうのが重要視されるんですけども、共通して全体的に言えることっていうのはやっぱり川沿い、そして山沿いっていうのは集中豪雨を受ける地域の中でももう本当にレベル5に近いものなんだっていう意識づけが大事です。で、また災害の恐ろしいところは連続してこない、その何十年に一遍とかにやってくるっていうことが多い。まずそこを狙ってついてくるっていうのが恐怖ですよね。お年寄り亡くなってるでしょ。で、90歳じゃないですか。いや、お年寄りの気持ちも分かりますよ。迷惑かけたくないですもん。でもね、声かけとかも大事だとか言うけども、その前にまず自分ですから。命あって余裕ができる人が声かけすればいいんですよ。みんな自分が大事、一番大事なのは自分。多分亡くなったお年寄りもそういう気持ちはあると思いますよ。この私を助けるぐらいだったら、もうまず自分が逃げてという気持ちで亡くなられたかもしれない。ヤフコメの中にはね、元からなくなってたんじゃないかとかっていう声もありましたけども、その確率っていうのは本当に低いですよね。多分災害で亡くなったんだと思うんですよね、浸水でね。っていうのを考えると、人間って本当に弱いものからなくなっていっちゃうものなのかなって思いました。この報道っていろんなことを道徳的なことだったり学ぶ機会が多いです。この動画を通して言いたいことは、命は尊いものだけども自分をまず第一に考えてほしいと。こういう局面に直した時ですね、時間との戦いになると思うんで、最悪流された時のことを考えてね、浮き輪だったりそういうものが一つでもあると運命が変わるかもしれない。もちろん声かけっていうのは周りの無事も大事ですけど、その前にね、もっとやることがあると思うんで、東日本大震災でも分かったことですし、改めてね、日本人って日本人だけじゃないですけど、正義感が強くて優しいですから、自分のことほっといて他人を助けることもあります。ただ自分のことも考えて行動した方がいいんじゃないかなと思います。自分が亡くなった時に誰が悲しむのか、誰に迷惑かけるのかですね。昼間は落ち着いてると思うんです。また夜から降り出すと聞いてます。今がね、一番動ける時だと思うので、雨がね、ひどくなる前に避難してください。避難して、食料あるかわからないですけど、そうですね、せめて水だけでもね、確保した方がいいと思います。今夜佐賀県が大雨で、明日の晩が鹿児島から、私が住んでる地域も前線がかぶってきます。川沿い、山沿いではないんですけど、川ありますからね。川までの距離っていうのがだいたい1キロはないと思います。その大雨に直面した時は、逃げれるうちに迅速な判断をして、動ける体制をとっておきたいと思います。降り出してからじゃ遅いと思って行動をしてください。雨が降り出すと180度何もかもが変わると思うんで。